はい、皆さんこんにちは、出雲正人です。前回の動画でですね、戦艦ヤマトの追憶のですね、フルファルト洋上モデルの見極めの仕方を、解説したかと思うんですけども、私の方でもですね、一つ買ってきてみました。で、以前の動画でですね、直感を使った商品の見極め方っていうのを説明したんですけども、そちらの方がですね、あんまり受けが良かったんですね。受けが良くなかったんですね。で、そのことについてですね、今回もその方法で買ってきてみたんですけども、ちょっと前説があってですね、なんかそれたくさん買ったのをですね、ごまかしてですね、まあトリックとかで、まあ中がね、欲しいのが当たったって言ってるんじゃないのって、まあそういう見方もあるかと思うので、事前にですね、こちらの方にまあレシートがあるんですけど、この今伏せ字になってるところっていうのがですね、まあ、店員さんの名前が書いてあるんですけども、こう分かりますかね。購入したのは1点ということで、まあ、欲しいのを引っ張ることができたっていうところですね。まあ、よくよくですね、そんなにみんな、自分も含めてなんですけども、まあ、特殊能力はなくてもですね、よく神経を集中してですね、箱の中身はこれかなとかって思ってですね、研ぎ澄ました、ね、感覚で やると、まあ、欲しいのが、ね、たまたまっていうか、まあ、出たりするんですけども、まあ、あんまりそれはね、一般的ではないということがあるかもしれませんので、まあ、その話は、まあ、あんまり大げさな方へ行かないようにして、今回のこの商品をですね、ぜひ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。どんなものなのかってことですね。これどうですかね。まず鑑定部分なんですけども、非常に綺麗に塗られてますね。で、割とですね、これ塗装がですね、こうスプレーの吹き方が薄かったりとかですね、まばらな感じのものもなくはないんだけども、まあ、これは非常に綺麗に塗れてると、ね、言って過言でもない、ね、過言ではないと思います。で、こちらが船体になりますね。単純にですね、こう、甲板色を吹いただけではなくてですね、こう若干の汚しをつけるっていうところで、こう、雰囲気を出してるんですね。なかなか、心にくい演出なんじゃないかと思うんですけども、ただですね、非常にこう、シビアに見る方がいて、この、ね、砲塔周りのですね、こう、マスキングが甘い、というね、考えを持ってる方がいると思うんですね。まあ、このぐらいだったらですね、まあ自分とかだったら自分で、筆塗りでですね、まあ修正してもいいかなっていう感じはありますけどね。まあこれが許せんという方もね、いるんでしょうけどね。いかがでしょう。まあ許せる許せない、許せるか許せないかっていうのはだいぶ個人差があるとは思うんですけどね。まあこの甲板に対する汚しの入り方とかですね。まあ、全体としてはそんなに悪くはないなと自分は思いますけどね。いかがなものでしょう。皆さんがね、購入したのは当たり品だったのでしょうか。それとも外れだったんでしょうかね。まあ人のやってることなんでね。まあ若干の個体差とかってありますよね。まあこちらがランナーパーツですね。どうですかね、これ。以前出たですね、戦艦ヤマトの生涯と比べてみてですね、若干色が濃いんですかね。どうなんでしょうね、その辺はね。まあ、この見ていただいてですね、詳細な部分で。こう、ライトとかですね、この副砲の、防水の感じとかですね。まあ、個人としてはですね、そんなに悪くないかなっていうイメージがあるんですけどね。まあ、こちら、四方の部分ですね。砲塔の上にはですね、こう、増設機銃がモールドされていたりとかですね。まあ、この辺に関しても、まあ、結構よくできてるなっていうふうに私はそう思いますけどね。あとはスクリューですね。まあ、一つですね、まあ、言えてることとしてですね、この戦艦ヤマトの金型は割とよくできてですね、このスクリューがですね、ストレスなくうまくはめられると思うんですね。
こう今まで出てたあの艦船の中でですね、こうスクリューがですね、異常なまでにですね、硬くてですね、なかなかこう本体に収まらないというものがあってですね、まあそういう、ね、そういう場合はあのニッパーで切り詰めてですね、あの削ってですね、あの押し込むような形っていうのがあるんだけど、あの大和型の場合はそういうストレスはないですね、正直言って。まあこの辺のね、台座の印字に関しても非常に綺麗にね、いけてるんじゃないかなと思うんですね。で、これちらはですね、あの、いい商品かどうかって総合評価としてはですね、自分はいいとは思うんだけど、どうですかね。ちょっと待ってくださいね。最後にちょっと確認して終わりたいところがあるんですけども、少々お待ちください。やっぱりですね、この最初の話に、戻ってですね、こちらですね。この要は、ね、マスキングが緩いかどうかっていうところで、こう、人のちょっと不満があるかどうかっていう部分ですよね。どうかな。まあ、2000分の1スケールなんで、まあ、いざ飾ってしまえばそんなに気にならないって言えば気にならないと思うんですけども、まあ、この辺、がね、気になる方は気になるのかなっていう、ね、艦隊色があったりとかですね、うまく塗れる筆とかお持ちであれば、まあ、修正してみてもいいんじゃないかなと。まあ、自分とかだったら、まあ、このぐらいだったら、ね、自分で手直ししちゃうかなっていうところはありますけどね。ただ、こう、非常にですね、こう、ね、厳しい評価で見られてる方だとかだと、まあ、そういうところ気になりますよね。もう完璧を極めてくれっていう、もう、ね、職人的に、ね、職人的にピチッとやってくれとかね、そういう方もね、いると思うんですけどね。こちらはですね、あの、組節の方ですね。こう見た感じ、割とですね、こう、綺麗な形でですね、撮影されていて、こう、好印象を、ね、受ける印刷物なんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、自分ですね、これが最初に出た時はですね、それなりに感動というのがあってですね、ついにミニスケールもここまで来たかっていうふうに思ってですね、そのね、某メーカーのですね、ネイビーコレクションなんかともう全然違いますよね。あちらはですね、もうモールドがだるかったりとかですね、もう異常なまでに省略が多くてですね、ちょっと感染模型というにはですね、厳しいかなっていうところがありましたけど、それをね、凌駕する形で、もう、まあ、時代が違いますけどね、うん。こんな感じですね。で、まあ、前回にもお話ししたんですけど、念のためにこちらでもお話ししておきましょうか。洋上モデルとフルハルモデルの見極めの仕方っていうので、まあ、私が言ってるんですけども、この海面ベースがですね、そこそこの厚みがあって、重たさがあるんですよ。で、重たい方が洋上モデルなんですね。で、若干軽い方がフルハルタイプなんですね。まあ自分がですね、買ったのはズバリヨドバシカメラなんですけども、ですね、もうすでに結構売れててですね、洋上モデルの方がはけてるみたいですね。なんか今ね、旬といえばですね、こうウォーターラインで集めるというのが、そっちの方がいいんでしょうかね。あと、ミニジオラマを作る方とかね。まあ、そういう方はですね、ね、洋上の方が、ね、都合がいいっていう観点がきっとね、あるんでしょうね。あと、スマホなんかで得られる、ね、動く海面みたいなのに乗せてですね、まあ、ちょっと遊びたい方とか、洋上モデルの方がいいのかなと。まあ、自分はずっとフルハルで集めてきたもんですから、まあ、フルハルで統一してみようかなっていうところが、まあ、あるんですけどね。いかがなものでしょう。まあ自分としては総じていいキットだとは思ってはいるんですけども、まあさっきの部分がこう自分でね、修正するのが嫌かどうかっていうところですかね。で、箱絵はですね、ヤマトの生涯のイラストをそのままね、引っ張ってるようなところがあるんですね。まあこれはですね、ね、新たにこうイラストレーターさんに発注をするとですね、お金がかかってしまうので、まあコストカットのね、一要因と思うんですけどね、同じ絵を使うっていうのは。まあ、残念ながら今回 A150 は切られてしまった形で言ってはいるんですけども、
まあ、裏はこんな感じですね。ですかね。まあ、自分はですね、映画のですね、男たちのヤマトとかですね、アルキメデスの大戦とかですね、あるいはもう戦後すぐにできたですね、戦艦ヤマトの最後とかですね、まあ、いろいろヤマト関連の映画を見てきたもんですから、まあ、印象的にはこうね、映画とシンクロするっていうか、最終時が一番ピンとくるようなところはありますけどね。まあ、竣工時は竣工時ですっきりしてますよね。もともとその造船技師がね、デザインした状態っていう、まあ、余計なものがない状態ですからね。まあ、いかがなものでしょうか。まあ、私はいいとは思うんですけども、まあ、さっきのあそこですね、一部。こうマスキングがうまくいってないようなところが許せるか許せないかってところじゃないですかね。私は総じていいキットだと思いますけどね。皆さんはどんなふうに、お感じになりましたでしょうか。本日もですね、当チャンネルを見てくださってどうもありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタンを押していただけるか、チャンネルフォローしていただけると私の大変励みになります。今日は見てくださってありがとうございました。